おはようございます。6月19日土曜日です。今日の新聞コラムの音読を行います。6月19日土曜日、五輪。五輪無観客を提言。有観客なら厳格基準。尾身氏ら専門家有志。後で何か言われたらあかんからこういうことを言ってるんでしょうかね。接種10月から11日完了、免疫、骨太方針など。河合元法相懲役3年、衆議院選買収を認定、東京地方判決。藤井棋聖初防衛を王手。コロナの方は大阪酒類提供を容認、11時から夜7時まで1グループ2人以内。では今日の三経名の表題はこのように決めました。政治の世界は謎だらけ。では音読します。元より政治家の発言は虚実入り乱れ、額面通りは受け取れない。迂闊に本心を口にすれば上げ足を取られたり、言わずもがなだと批判されたりする場合もある。それは承知しているが、国会閉会翌日の17日に耳にした2つの発言には目が点になった。公明党が決議を止めたという話は全くない。自民党がまず党内で一致しないといけない。公明党の北川和夫副代表は記者会見で、中国による少数民族の人権侵害を非難する国会決議案採択が見送られた責任を自民党内の手続きの遅れに転換した。誰が納得しようか。確かに自民党が決議案を了承したのは15日になってからだった。だが公明党がなかなか首を縦に振らないことも影響していた。人権の党を名乗る公明党は連立を組む自民党の対応が遅いと思ったら背中を押せばいいのではないか。一方、立憲民主党の枝野幸男代表はようやく態度を明確にした。理念に違う部分があり、共産党との連立政権は考えていない。最大の支持団体で共産党と対立する連合の会合での表明である。ただし政策面での部分的連携や次期衆議院選挙での候補者一本化には努めるという、連合のメンツを立てつつ共産党との選挙協力は進める。これが立憲民主党の掲げる真っ当な政治なのか。枝野氏は自身の立場を保守でありリベラルと定義するが、足元を支えるのは共産主義か。日本書紀に登場する前後両面に顔を持つ鬼神、両面宿儺もまさに顔負けである。ただでさえ長引くコロナ禍にあって感染症の専門家の意見も当てにならないという不信感が社会に蔓延している。こんな時だからこそ政治家に最
と率直で誠実な言葉を望むのは無理なのか。令和3年6月19日三経名の音読を終わります。ここで出てきました、日本書紀に出てきました、スクナというのをちょっと調べてみました。スクナ、膝に住み、頭の後ろにも顔があり、手足も二組、力が強く、左右に剣を帯びて、人民を苦しめてたらしいです。仁徳天皇の派遣した、ブフラクマに撃たれたそうです。なんか見たら、双子の兄弟のことをそのように日本書紀には書いてあるようなことをウィキペディアに書いてありました。以上です。ではコロナ尖閣といきます。世界のコロナはこのようになっております。英国に返すし、インド株警戒という記事が載ってますね。感染力が強いとされるインド株変異、インド型変異株の警戒が強まっている。英国では新規感染者の約9割がインド株感染ということです。イングランドで21日解除される予定だったが、イギリス政府は延期に追い込まれた。アメリカではインド株が見つかる割合は1日の感染者、新規感染者の1割程度が最近になって増加しているということです。国内の新型コロナウイルス感染者数はこのようになっております。藤井棋聖が 2局目も勝っております。18歳ってすごいね。我慢比べ。寄付を見たい人はどうぞ。同僚図。これからは。私のどこの木、棟梁図から大手で詰められるかなということです。171手、すごいな。今回は何か最年少記録更新の期限期待が持っててるような感じです。ありがとうございました。またねー。